目では言うことないですか。おはようございます。いや、僕はモンストいや、そんなことじゃないな。何ですか。あなた昨日ラボ行ったでしょ。行ってないですから。行ってないですから。違いますから。駅前の。ないです。駅前の。なんだこれ。違いますよ。駅前の。違いますよ。なんですか。あんなラボないですよ。リアジュみんなこっちにいるんだ。リアジュアピール。リアジュアピールしてるんですよ。違いますから。友達ですよ。女ですか。友達。男です。男です。いいんですか。はい。いいですか。いいです。面白くしなくていいですか。あ、そっか。それ言われると。あれですね。ハードゲート行きました。ハードゲート。ハードゲートラブホテルに行きました。はい、ありがとうございます。ハードゲート、ハードだったな。もう一個さ、君罪深いな。もう一回、もう一個なんか謝ること、さっき言おうとしたこと。あ、そうですね。はい。ね、まあ謝罪会見ということで、はい。まあ僕はモンスト辞めると言った疑惑が出てますけど、僕はそんなこと言ったことないと思ったんですよ。結構何も考えてないで喋ってるんで、後々ね、こうみんなのコメント見てね、辞めろ、死ねとか書いてあって。びっくり書いてあって。なんでやと思って。びっくりしたよ。なんでやめなあかんねんと思って。いや、なんで死ななあかんねん。そうそう、まあそこはいいんですよ。死ねは褒め言葉ですから。で、動画を見たんですよ。はい、そしたら俺、これ出なかったらモンスターやめるって言ったんですよ。あ、言ったんですね。まあでも安心してください。あんまやってません、最近。はい。ということでね、エヴァガチャ。前向きが長くなるガチャ動画。メテオの言葉から発するのは、嘘じゃないんですよ。嘘じゃないけど、いや、そうなんですよね。僕、ちょっと自分で怖いですよね。あんま何も考えてないで言ってるんだ。メテオの発言は BGM と思ってください。そうなんですよ。なんか人知れずね、はい、なんか人ディスってたりね、はい、なんか不利益なことばっかり言ってるんじゃないかって、最近不安になる風でございます。はい、そうですね。はい。はい、運営とよく言うですね。あの、運営、そうですね。運営好きですよ、俺。はい、運営とは、あの、結構家族ぐるみで俺交流あるんで。はい。あの、お正月とかさな、お正月とかさな、お正月とかさな、はい。あの、お正月とかさな、行きましょう、行きましょう。まず僕行きますよ。いや、もうまた出るんですか。どうせ、もうどうせ出ますよ、これ。どうせ出ますよ、どうせ出ますよ。はい、もう神ですから今。もうもうストライクゴッドなんとかですよ。ストライクゴッド、はい、ストライクゴッド。ここにいっぱい王みたいな溜まってるから。あ、誰これ、初めて見た。あ、こいつあれや、何ですかこれ。星4のやつや。初めて見た。ドゥカティ、ドゥカティです。ドゥカティ、ドゥカティ、やってしまいましたね。ドゥカティ爆死しましたね。ストライクショット見てください。ドゥカティ大暴走です。大爆走か。あれでしょうね、これ運営考えの途中でやめましたね。やめましたね、これは。大暴走つけときゃいいよ、とりあえず。早く帰ろうぜっていうやつですね。まあ、僕はもうちょっと不合なんで今。いや、まあ、全然ダメージないですよね。はい、ダメージゼロ。むしろドゥカティ愛おしく見えたんじゃないですか。そうですね、はい。もうペットで買おうかなっていうぐらいの。いや、そんなことより僕出したいですよ。はい、ちょっとメディアちょっとお願いしますよ。今回一個も出てないんでね。はい、ということでガチャル、一緒にあれガチャルぜ、エヴァのクエスト行こうぜ。行こうぜ。はい、ストライクー、運営やめて。だから来い、運営来い、運営頼む。サナファーチャーびっくりするから、遠隔しろ。運営サナファーチャーやったらびっくりするから。そうです、します。ダメダメダメ、運営来い。運営、おおー、カオルシマンや。カオル、運営、運営、ありがとう。サラマッチョさん、ありがとうございます。出た出た、お相手はサラマッチョと出たな。あ、そうです、サラマッチョと出ました。あの、で、出すようにしてもらいました。やったかっこいいじゃん。ピー、すごっ。え、1回で出るんですね。出た。やっぱね、運営と家族ぐるみの付き合いなんでね。出してくれるんですよ。こういうことしてくれるんです。ありがとうございます。親戚だから。